うーしょ。こんにちは、アジャマです。アジャマです。言うておりますけども、5月に入りましてもう1週間以上経っちゃったんですけども、今日は4月に買えたスニーカーを一気に振り返ってみたいと思います。はい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 。いやー、貧血がずっと続いてるんですけど、去年からですね、去年休止中に闇期があって爆買いしてしまって、今年に入ってもそれは止まらず、クレカ20万の引き落としとかあったりして、その前にも20万近くのがあったんですよね。ということで、もう今はなんとかギリギリその日暮らしなんとかしのいでるっていう感じなんですけど、変えちゃダメなんですよね。今月変えてしまったスニーカーは合計で4足となっています。変えちゃったか、ちょっと成績的には悪いですね。多く変えすぎですね。今月じゃないや、先月リリースされてでスニーカーズやったり並び行ったりして、それでも買えなかったやつで言うと、まだあったのはあのダンクローの ACG のやつ、あれスニーカーズですよね、やって買えなくて、あとはジョーダン5の赤いスウェードのやつ、店頭であるかどうかを見に行って、結局迷いつつ買わずになんとか踏ん張ったっていうやつですね。あれはちょっとでも買っておきたかったなってまだ思ってるなぁ。あとジョーダン1もありましたね。ヴィンテージ加工のやつ、ハイパーロイヤル、あれも買えなかったですね。最近ジョーダン1が全然買えないな。あのハイパーロイヤルの前に水色のやつ出た、やっぱ比較的みんな買えてるなっていうイメージですけど、僕にはリリース後の限定オファーもう僕には来なかったですからね、結局買えてない。あとはエアフォース1のペイズリーのやつですね、並びに行って買えなかったモデル、あれがあんなに人気だとは全く思わなかったな。日本人以外がいっぱいいたなっていう感じです。中国語が飛び交ってましたね。で、あとは堺のベイパーワッフル第2弾の2色、あれもスニーカーズでやって、まあ無理だったっていうモデルですね、スニーカーズでは。で、その後ジョーダン4のユニバーシティブルー、あれも並びに行ってスニーカーズでもやって買えずっていう結果でした。ということで、その中でも買えた4足を紹介していきたいと思います。見ていきたいと思います。まずはこちら、アディダスとショーンウェザースプーンのコラボモデル。これは ZX8000 のやつですね。ちょっとでは開けていきたいと思います。いやー、狭い。この型紙が入ってて、これはどこにどんなリサイクル素材が使われてるのかとかっていう書いてあるのかな？の紙。で、中身が、貝紐が入ってますね。すごいパリッパリに乾燥したそうめんみたいな手触りですね。はい、いいですね。実物いいです。すごくこれは女子だったら可愛いって言うでしょうね。ここの例のピラピラも健在なんですけど、すごいですよね。ガッガチャガチャなのに統一して見えるというか、ショーンウェザースプーンとアディダスのスーパーアースっていうシリーズの第2弾としてリリースされたものだったと思います。前回はスーパースター、これも左右非対称のモデルですね。ここにスーパーアースくんがいます。やっぱりモデル的には前回のスーパースターの方が断然人気的にはあったみたいですね。これはこれですごくいいと思いますけどね。これも買えてよかったモデルで、 ZX8000 って新しい形なのかなと思ったら、随分前からあるモデルなんですね。見えるかな、これ見えないのかな、多分見えてないでしょうね。 AZX シリーズって書いてあるんですけど、アディダスさんが2008年にリリースしてた A2Z シリーズっていうのがあるみたいです。頭文字に A から Z のつく人やショップなんかとコラボして特別モデルをリリースするっていうシリーズだったみたいですね。で、去年2020年からまたそのシリーズを再始動させたっていう中の一つでもあるんですよね。いろいろちょっと乗っかったモデルですね。そうだ、あとこれボックスが可愛い仕様になってるんですよね。レシートが取ってある。
中も凝った作りになってます。はい、で今月買えた2足目がこれ、ナイキのハラチエスケープですね。ボックスもちょっと特別モデルっていうか、多分これ当時のモデルを再現してるんですよね。これは嬉しい。では開けていきたいと思います。あ、ちょっともう結構開けたらもうスニーカーの匂いがする。かっこいい、いい色。中に入ってるこの紙も特別モデルですね。これも当時のものなのかな。リミテッドエディションって書いてある。はい、開けました。2足目がこちらです。ハラチエスケープ、初めてハラチ。これまず開けてみた第一印象が、いや、ちっちゃですね。ちっちゃい。僕普通普段28センチで買ってるんですけど、普段見る28センチよりすごいちっちゃいなっていうイメージですね。このショーンの ZX8000 と見てみるとわかるかな。これこのハラチってかかとの部分がちょっとニョンって出てるじゃないですか。それなのにそこ出てる分もしっかり合わせて比べてんのに、1センチはちっちゃくないかなっていうぐらい。いや、でも1センチワンサイズちっちゃいそうだな。相当ちっちゃいですよ。このニョンっていう部分を入れてもそんなちっちゃいんだから、中はめっちゃタイトってことですよね。それがハラチの履き心地というか、しっかりしたフォールド感なんでしょうね。あと中のこのハラチシステムって言われるソックスそのままみたいな、アッパーがそのまま靴下みたいになってるみたいな。いや、普段買ってるのとめちゃくちゃちっちゃいな。僕は実寸 23.5 なんで、そのモデルがちっちゃいモデルだろうと大きめだろうともう関係ないんですけど、ほとんどの人はサイズ感を自分に合わせて買ってると思うんで、こんなもん普段のサイズで買ったら入らないぐらいないんじゃないですか。普段28センチ買ってる人が履いたって履けないんじゃないかなと思いますけどね。初めて見た。でもこの配色はいい感じですね。これも買えてよかった一足です。はい、で3足目はまたアディダスのこちらです。名前すぐ出てこなくなるやつ、フォーラム84と、エマニエル夫人みたいな名前の人、エリックエマニエルで合ってるんだっけ、とのコラボレーション。あとマック、ハイ紐がいっぱいついてる。おー、出た。うわー、相変わらずフォーラムはちょっと重いな。結構重いですね。こちら4月に変えた3足目、いい。これはこれでいい。さっきのハラチのシックな感じもいいけど、これはこれでいいですね。一緒にリリースされたアパレルもあってみたいですけど、あれのセットアップのパンツとも合わせたかったですけどね。リバーシブルだったんですかね、の赤い方で履いて下半身派手で合わせたかったですけどね。ちょっとそこまでは余裕がなくてアパレルはスルーしましたけど、マックのロゴがこっちとこっちにも入ってますね。でここがエリック・エマニュエルのロゴ、3はマックですね。いい、いいですね。最近もうフォーラムにすごいハマっちゃって、ローのモデルもまだ普通にネットで2足とかさらに買ってますね。これは動画にも何もしてないですけど、持ってるフォーラム全部紹介してみた。もし需要あれば高評価お願いします。いい。そして最後がこちら来ました、ジョーダン6トラビス。これは4月30日リリースでスニーカーズで買えたやつだから、ギリギリ4月中のやつですね。これはもう赤ちゃんみたいに、赤ちゃんみたいになっちゃうっていう、我が子扱いしちゃうっていうぐらい、まあ思い出深い大切な一足となってますけど、
これも結構重いんですよね。箱で持つとかなりずしっと重量感があるなっていう感じですけど、かっこいい。これはもう言わずもがな。この前リフレクティブでアウトソールだけ光らせて動画で開封の時やりましたけど、コメントでも教えていただいた。他にあとこの部分とこのストッパーとタンの部分もグローインザダーク蓄光になってるみたいです。いい。これは見ちゃうなぁ。見とれちゃうし、油断すると泣きそうになるやつです。はい。という4足でした。4月に購入できたスニーカー。今月も引き落としが12万になっちゃってるんで、まだまだ絶対変えてはいけない生活続いてます。じゃあ今後ともあきとくんチャンネルよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。